おはようございます。本日は福井県にある今城町へやってきました。現在ここは今城駅になります。山中にある町になるんですけども、もともと鉄道が栄えていたので蒸気機関車の車輪などが展示されています。こちらにも今城鉄道物語という顔はめパネルが置いてあります。駅前はこんな感じで特に何もないんですけど、もっこり広場というベンチがありますね。こういった暑さをしのげるベンチが置かれているみたいです。今城町はもともと宿場町として栄えていたこともあり、昔の情景が多く残っているところです。それでは早速宿場町跡を巡っていきましょう。蕎麦も有名なんで、どっかの昼食で蕎麦も食べましょうか。案内図を見る限り、まあ現在市駅がここで、基本的にまっすぐ進んでもうここぐらいしか通りはないんで、あとはお寺とかが少しあるくらいで、そんなにね大きくない町です。案内板の隣には今も出るのか分かりませんけど、この水汲み場が置かれています。これできるんですかね。いや、飲み水でありませんと書かれていますけど、ここを上げてこれを下に切っていくと、あ、出ますね、出ますよ。はあ、まあ飲めないけどこれ体験はできるようになってるみたいですね。結構でも重いな。まっすぐ進んで宿場町に行ってみましょう。左にタクシーがあって、奥には鹿とかですかね、耳鼻科だ、耳鼻科があるみたいだ。ちょっと特徴的なこの建物は生活物語岡田という、まあ、日用品雑貨店ですね。目の前には高屋という、こちらもファッションとか雑貨のお店ですね。ということで宿場町の通りへ出ました。左右に続いているんで、まずはこちらから行きましょう。ただほとんどなんかやってる店はなさそうです。今日お休みですけど、ソフトクリームとか販売していますね。いや、暑いから売れるだろうね。やっぱり街の家とかもちょっと昔ながらな感じですね。こちらの立派な建物はお札場というものみたいです。現在は NPO 法人が入ってるようですね。あとは酒造もありますね。なんか酒造はね2つぐらいあるとちらっとネットで見た気がします。あとは呉服店と美容品とかの展示が奥にありますね。ここの空き地は考察場というところみたいです。もともと福井藩が禁令などを人々に示すために、ここに大きくそれを書いて掲げていた場所になるそうです。でも昔からこういう平地だったんですかね。ここがベビー用品とかのお店、多分やってないですね。向かいは家具屋ですね。続いて見えてきたのは日内が町跡です。こんなところに城跡があるんですね。これはちょっと全然ノーマークでした。今歩いているこちらは新田神社の敷地内なんですけども、この神社の裏側にぐるっと回ると登山口があり、そこから登ることができます。石垣や空堀などが残っているそうですが、熊の目撃情報も多く、一人で行くのはあまりお勧めできませんね。続いて見えてきたこちらは新田神社です。すごいなカラフルな、これは目立ちますね。奥にはハイキングコースもあるみたいです。トイレもついてるし結構整備されていますね。続いては精肉店が見えてきましたね。やってんのか。肉屋の隣はなんだかおしゃれなカフェのよう。最近できたんですかね。コーヒーも飲んで回復したので先に進みましょう。この先に酒造が2つどうやらあるようです。続いてパン屋が見えてきましたが、本日はどうやら営業が終了しているみたいです。この先も宿場町続いていますけど、がっつり面影が残っているっていうわけではなくて、結構ね綺麗になっているお家もあるんで、まあ昔のも保存しつつ現状住めるような形にしているのかな。ここが酒造の一つ、白ごまでいいんですかね、白ごまかな、どっちか読み方は分からないですけど、ありました。ただ直売とかねやってなさそうですね。今日単純に営業してないだけっていう可能性もありますけども、目の前には醤油味噌と麹と書かれた看板があります。あ、隣は商店ですね。いや味あるね、これすごいな。梅肉なんかもあるんですね。アメさんと書かれています。全然知らなかった、甘露梅肉。酒誉れという、ここも酒造ですね。これがもう一つの酒造のようです。ここはね普通にやってるわ。これ以上先に行っても特に何もなさそうなので戻りましょう。戻って
ちょっとお昼今1時40分ぐらいかな。なんでそば食べに行きましょうか。アイスコーヒーは飲みましたけど、まだまだお腹は空いています。一応お盆期間なんですけど、すごい静かですね。まあ、この辺に住んでる人でも、まあ、家にいるのか、ちょっと郊外に出てるんですかね。ホルモン屋もあるんだ。あ、これがさっきの酒造の。こっちから見た方があれですね、わかりやすいです。ありました、今城名物手打ちそば、ふるさとという名前です。今城そばはおろしそばが一般的なんですけども、今回はざるそばを注文しました。福井県産のそば粉と雪解け水で作っているので、それはもう美味しいですよね。もうこちらは特に何もないので、続いての反対側の宿場町を見て回ろうかと思います。まず駅の方まで戻りましょう。あとこの駅横の細い道にアスカという東芝の店ですね。まあ電気屋だろうね。最初のところに戻ってきました。続いてはこちらですね。こっちの方がなんか若干広いようにも感じますけど、あんまり関係ないんですかね。昭和会館という建物があります。今は閉鎖中なんで入れないですけど、ちょっと昔の学校が何かを利用して使われている建物だと思われます。あ、でも昭和会館って書かれたままだな。あと今気づかなかったけど、魚屋もここにありますね。鮮魚店なのか魚料理屋なのかは分かりません。この先には何やら公園のような場所がありますね。どうやらここは今城宿場本陣跡らしいです。私公園かと思ったんですけど、すごい広々としたスペースで、なんか夏祭りとかも行われてたんですね。提灯の上に飾られています。後ろにお寺とこちらに史跡あるんですけど、ちょっと苔がね生えすぎてて文字が全く読めませんね。甘味どころがどうやら今細道にあるみたいですけど、それは後ほどちょっと見てみるとして、今日も蕎麦屋ですね。本日の営業は終了しています。隣が鹿で、ここが酒造ですね。堀口酒造と書かれています。有名なんですかね。ここは住宅ですね。住宅展示かな。中はね入れんのかちょっとわかんないけど、中入って見学はできるんですけど、今日はねやってなさそうですね。一応奥まで行ってみたけど、ドアが閉まってたんで多分お休みしています。さらに奥には旅館が見えますね。旅館川端屋と書かれています。ここはタバコ屋だ。こちらは中山という呉服店ですね。すごい立派なところだな。こっちの方がね、なんか歴史的建物が多いような気がします。昔ながらの建物がね、そのまま残されている気がしますね。あんまり新築の家は見かけません。この屋根がちょっと特徴的ですよね。これですね、旅館。ゲストハウスだったり、民泊はいくつかあるみたいです。下は鮮魚店になってますね。これ以上奥は特に何もなくて、牛乳屋が1個あるだけですね。しかもあの配達のやつです。たまたま牛乳屋の近くに今城塾の入り口の看板がありました。ここが入り口だったんですね。全然わからなかった。これより南は北陸道、北国街道の今城塾に入る。ちょっとわかりにくすぎるところにあるんで。ほぼほぼ気がつかないですね。なんもないんですけど、そうに山が近くて自然多く感じられますよ。なんかマイナスイオンをね浴びてるような気がします。ちなみに今闇雲に歩いているわけではなくて、甘味どころへ向かっています。こっから10分ぐらいですね。全くちょっと登る気は起きませんけど、白髭神社というところがあるみたいです。階段がめちゃめちゃ長いな。さすがにちょっと暑いよ、マジで。10分ぐらいになって全然余裕かと思ったんですけど、汗だくですね。ちょっと帰り近くにある日帰り入浴施設に入って帰ろうかと思います。ここですね、手まり、まあ、今日はやってないんですけど、普通に美味しそうやな。隣にはさっきの神社がありますね。あの文字が読めなかった史跡の神社です。まあ中心の散策はこんなもんですね。まあ最初も言いましたけど、そんなに広い街じゃないんで、見るとこはまあここの大通りぐらいですよ。ここですね、今城の宿金織。後ろには当時走っていた SL が展示されています。すごいですね、丸々そのままですよ。いや休憩所も大きいですね。
かし湯でしたが清潔で温度もちょうど良かったですね。というわけで上がりました。暑すぎて浸かりやすくて僕は好きでしたね。あとサウナがねちっちゃいですけど500円でサウナも入れたので結構大満足です。ということで今回今上編の動画はちょっと短いんですけどもここで終わろうかと思います。 2,3 時間あれば歩いてサクッと回れるんだよ。宿場町というかああいう昔ながらの風景が好きな人にはおすすめです。というわけで今回の動画はここで終わろうと思います。また次回のビデオでお会いしましょう。